48ゼブラエンジェルのパチンコ勉強会。じゃあマイマイピンクから自己紹介どうぞ。はい、マイマイピンクこと竹内舞です。よろしくお願いします。はい、ミッキーレッドこと中田美希です。そうでしょ。はい、アンナユロこと石田アンナです。よろしくお願いします。はい、私たちゼブラエンジェルはですね、パチンコファンの皆さんを応援するスペシャルユニットでございます。はい、はい、ということでね、ゼブラエンジェル自身もパチンコのことをもっともっとお勉強していこうということで、今後もね、ゼブラのお仕事に生かしていきたいと思っているということで、はい、うん、毎回テストをね、やっているわけです。はい、前回のテスト、皆さん覚えてるでしょうか。どうやってるよ。どういう結果か。私第2位だった。すごい。いつもこんな感じですかね。何人か。なんか、よくも悪くもなく、はい、すごい微妙な、一番嫌な8位だったんですけど、はいはいはい、今回は2位ということで、なんで、やっぱり2位になったら、まあ、次は1位を目指すしかないじゃないですか。そうですね。そう、だからもう、今回向上心ありありの第9回目のテストでしたね。はい。アンナちゃんどうでした。私はもう一番下だよ。一番下ですかね。今そのテンションで一番下だよ。超一番下、ドベ。ドベ。最下位。え、なんでな、え、結構言ってましたね、パチンコ。言ってる。しかも、勝ってる。で、1回しか負けたことない。お勉強会になるとダメなの。ダメなの。実践派ですかね。実践派なの。そう。本当にさ、シャコールテストもそうなの。あ、それでは、これダメなの。仮面って落ちてるから。理解はしてるんだけど。理解はしてるんだけど。仮免許落ちた。だからやっぱ今回は、まあ、下だから上しかないじゃん。そうだね、もう目指すとこは下が上しかない。下がない向上心、ね、そうそう、うん、ありあり超あり、グッジョブ、グッジョブ。はい、頑張って。はい、はい、私もですね、前回はすごい良かったので、はい、いい、いつもいいじゃん。いや、そうでもないんですよ。前々回は結構下がったんですよ、ガクッと。なんかあった。なんでですかね。なんかいつもカンニングしてるの。いや、いつもカンニングはしてないんですけど、私結構いい得点の時ってなんかこうイラスト描いたりする系なんです。あー、そこで結構大きくグッと持っていくので点を。はい、今回もそれがあったかなと。まあね、ここでね、はい、今日は私たちのパチンコ能力を向上するためにも、やっぱり私たちだけじゃいけないと思うんですね。先生が必要です。先生が必要なので、パチンコ攻略マガジンのスケロックさんを呼んでもらって、よろしくお願いします。お願いします。いや、もうね、皆さん実践の方は結構本当にリアクションとかも上手いですし、打てるようになってきてるんですよ。やったー。ただやっぱりね、その知識を深める方はまだ足りないかなと思いますね。もうね、今回もビシビシといろいろ教えていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。まず、ミキティレッドさん、パチンコ攻略マガジン、ちゃんとね、カタカナで書いてるんで合ってますね。これ5点。やった。お、マイマイさんも合ってますね、5点。イエーイ。アンナ、アンナは、アンナさんはどれぐらい限定。え、待って待って、これでもなんかやっぱね、パチンコ攻略法とかつけたくなっちゃうんですよね、どうしても。つけたくなっちゃう。じゃあ、また甘々。ああ、つけちゃう、甘いよ、つけちゃう。これはね、点数は上げられないですけど、まあ、でも点数上げるんですか。点数は上げてもいいですよね。どうですか。まずですね、雑誌の内部の人なんですね。パチンコ攻略マジでプライドがあるということで、ここはゼロ、厳しくね、ゼロ点です、結構自信あったんだけど。まあ、でもこの感じだとどれかが書いてあれば OK にしましょう。
ということで、ミッキーさんは大当たりが確定したとき、はい、これは文句なしですね、うん、10点今の顔何やばい、ね、では時短は何の略称でしょう。時間短縮。イエーイ。時間短縮。時間短縮。じゃあちょっと正解を見ますよ。正解は皆さん合ってます。時間短縮。イエーイ。これすごい。皆さん合ってると思わなかったです。そんなに。なんで普通に考えたら時間短縮じゃないですか。普段用語。そうか。そうですね。いやちょっと皆さん素晴らしい。他の方はあ、なんなんだやばい。魔法ですね。じゃあこれ一人一人せっかくなんで言ってもらいましょうか。じゃあミキティさん、まず、はい、ミキティさんの回答となんでそう思ったかというのは、新台発表会、お新しい台の、はい、こう皆さんに説明したりしなきゃいけないと思うので、はい、それでお披露目会になりますかね。ん、素晴らしい。おこれですね、左の映像がまさにその新台発表会、新機種発表会の画像なんですよ。でですね、本当この右の画像も見て、はい、もう一言加えてもらえれば最高でした。ライターさんも来ますよ。あ、そうですね。どっちかというと、土手さんは、まあ、どうでもいいですよ。土手さんってこれ左が大事なんです。左を見ると冬のソナタって書いてますね。はい、冬のソナタの新台発表会。そう、正解。一番正しい回答は冬のソナタの新台発表会ですね、うん、じゃあミキティさんはこれはですね、はい、15点あげましょう。15点。おはようございます。アンニャさん、何て書きました。やば、新台クラブパーティー。クラブパーティーって何。ちょっとクラブチックだなと思って。確かに冬ソナの時は結構冬ソナ好きのマダムの方が来てたりしたんで、確かにそのエポくないですか。だって確かにそう言われてみればそう見えますね。許しすぎ、許しすぎ、自分を持って。信頼っていう言葉が入ってるんで、ワニさん5点あげましょう。いやー、優しい。じゃあマイマイさん、でもマイマイさんは、あれ見てみたいな。あれマイマイさん、ちょっと読んでもらっていいですか。ちょっとマイマイさん、あのご自分の回答を。冬の姿の姿。いや、あ、ちょっと冬空っていう文字が、土手地っていう文字が見えるんですけど、土手地さんがデダンスをしている。つまりこれもドテチンさんの回答。いや、パチンコじゃなくて、これよくアンニャさんの笑いましたよね。下手とアンニャさんの回答よりもひどいですよ。知って愛を持ってるから。さあ、アンデさんお願いします。アンデさんの回答は、たまちゃん、かねきちくん。2つしか書いてないじゃん。2つ2つ、え、こんなに知ってるのかって。2つキャラ、キャラ2つで、まあ、確かにこの2つのキャラは合ってますね。でもこれ似てるんですね。アンパイを取った欲しいやん。でももうちょっと書けるアンパイやんか。じゃあ、まいまいさん、はい、あ、すご
ごい書いてくれてますね。はい、じゃあちょっと一つ一つ見ていきましょうか。はい、ではまずたぬきちくん、これは OK、 1点。たまちゃんも OK。 ゼブラ子ちゃん、うん、ゼブラ子ちゃんは出てないので、出てませんけど、出てませんけど、そうなんです、パチンコでは出てないまだ。あ、そして次竹内舞、うん、これは OK でしょう。AKB に出てますから。そうね、チュンさんすごい、すごい OK に書いてある。この前冬外歌そう、そういう回答が起きたって素晴らしい。キュンさんも OK、 マユユさんも OK あ、これも打ったから、トランスフォーマーでしたね。そう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 、あの黄色い車のやつです。すごい、あれはすごい大当たりした思い出が強くて、はい、書きました。あ、いいですね。そう、ちゃんと打った機種を覚えて書いてくれっていうの、これは非常に嬉しいですね。で、ダウンタウンさんも知ってたんですか？一番いいよね、ダウンタウンさんから。そう、吉本タウン。はい、で、でもこれ本当当たらんかったからあんま書きたくなかったけどでもめっちゃ好きな芸人さんだから書いてくださった。はい、OK、ダウンタウンさんも小籔さんも 8.6 秒わずかさんも、はい、出てますんで、はい、ってことは9点やった、9点やりましょう、素晴らしい。さあ、そして続きましてニキティレッドさん。ニキちゃんもっとめっちゃ可愛い。いや、ちょっとこれニキティさんすごいですよ。やばい。ちょっと一つ一つ答え合わせしていきましょうか。はい、じゃあ。たぬきちくんもちろん OK、たまちゃん OK、アイアンも OK、スパイダーも OK。すごい。アベンジャーズされてくる。アベンジャーズめっちゃされてる。ハルクも OK、アメリカも OK、マイティーズも OK。すごい。裏側まで書いてる。なんでこんなにすごいでも出てますもんね。出てます、出てます。公開もいますね。でも肉氷がちょっと僕が言ってるからです。あのあれです、こう眼帯してる感じ。ああすごい、すごい。で、ここまでからのここまでアベンジャーズ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 書いて、ここからのからの1号、5号も正解、2号も正解、ライダーマンも正解、アマンも正解、ストロンガー、フェスリー、ライダー X、最後正解いやでも、全部 OK です。これは素晴らしい、これは嬉しい。マイマイ、はい、はい、じゃあマイマイさんの回答お願いします。はい、ここで一句。今年こそ右肩上がり当たるかな。いや僕はかなり素晴らしいと思いますよ。あのちゃんとパチンコとして作ってますよね、これ川柳を。うん、なんか僕ら初詣行った時とかこういう願いしますもん。これは20点あげましょう。これはかなり優秀だと思います。やったね。じゃあミキティさん。はい、夢じゃない、右手に感じるエアバイス。いや、え、素晴らしい。あ、違う、すごい素晴らしい。いや、これはね、もうパチンコ打ってないと出てこないですし、これ本当に僕らがエアバイスを感じた時の心境も、うん、言ってくれてるんです。あ、今ってんの。そうそう、そうです。皆さん、いや、実際エアバイルってあの風ちょっと分かんない時あったりするやつか。分かんないです。そうそう、ちょっと感じない時とかあってと思ってこう改めて触って、あ、本当に出てる、夢じゃないっていうのがもう見事に表現してる。これはもう完璧にパチンカーの心の声を代表してると思いますので20点あげましょう。待て、素晴らしい。アンニャさんもよろしいでしょうか。はい、開きます。パチンコはアンナもできる、楽しいよ。その人プププは何ですか。プププって気持ちを表した。これは入ってない、575に入ってないです。プププは、いや、でも楽しいよ、ま
これもこの言葉もパチンコを打ったことのない方のこのライトユーザーのライトユーザーに向けてすごいいい戦略になってるのかなって思うんですけど、パチンコパチンコパチンコを打ったことのない方のライトユーザーの方に向けた素晴らしいメッセージだ。新規の方に向けて。そう。そういう新人を作ったんじゃないんですか。違う。違ってもそうって言っとけばいい。みんなそう。じゃあ一応どんなどんな新人。でもこれは、はい、なんかこうやっぱパチンコってやるのは簡単だけど奥が深いから分かんないじゃないですか。そうですね。でもやらなそうな私がやってもできて、うん、理解して楽しいから。楽しいよっていう伝える、うん、あ、そうか、そういうことだ。あと皆さんの活動もそうですよ。その普段パチンコ打ったことないのにパチンコ広めたいっていう、そう、それも表現した見事な川柳だと思いますので、ちょっと見せてあげましょう。あとやっぱりその川柳が皆さん本当に素晴らしかったです。だから川柳を見てると、はい、そのパチンコも知ってるから打ってるから、うん、ちゃんとその心情をかけてるなってものすごい感じました、うん、はい、いやこれからもねまた勉強会も実践と一緒にやっていって、はい、どんどんもっとね踊って歌って打てるアイドルになってほしいなと思いますので、はい、一緒に頑張っていきましょう。はい、頑張ります。これからもゼブラヤジル頑張っていきます。はい、私たちの番組協力チャンネルでですね、毎月第1、第3、木曜日配信中、ガチの実践番組です。パチバン皆さん見てくれてますか。来てくれてる、ありがとうございます。ぜひ今後も配信されますのでチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして本日の勉強会の結果などはですね、10月13日に発売されますパチンコ攻略マガジンさんに掲載されますので、そちらもぜひ絶対チェックしてください。よろしくお願いします。